はい、どうもこんにちは、ドクターベノムです。本日はドレッドハンガーをやっていきます。本日のルールは強靭ありで、トーテムは3本まで。おー、懐かしいのあれだ。ある程度空気を読んで強靭選んでほしいですね。例えば、なしこのだったら、まあ、強い人選んでもいいし、みたいな。強すぎるメンツでもうめちゃくちゃ強化しに行くのはちょっと空気読んでください。ナスケと私だったらベルムさんとヒマジンどっちも強靭にしよっかな。男たぶらかすぎやろ。4対4の人狼ゲームとかもう思んないやろマジ。もう3カードだったのに。さあ強靭いつでも待ってます。はい、ということで傀儡になった人はお互いね、まず通話をつないでください。なしやりたいって言ってたしな。なしで行こうかな。なし待ってるからね、 DM いつ来てもいいんだよ。 DM なかなか来ないな。これコナさんとか、あ、おお本当に来た。オッケー。はい、では始めます。あの連絡が来てないっていう場合は言ってくださいね。わからんくですよ、連絡が来てない。いやだから返信来なかったらもうアウト。返信来なかったらアウト。あ、そのままプレイが止まらないということは、まあちゃんと強靭の人も自分が強靭だと分かってやってるってことね。強靭は一死したらもう終わりなんだよね。あ、そうです。強靭の人は死んだら交換してください。止めるよ。はーい。え、ひまじさんなんでもうワークベンチにいんの？全然入ってない。え、ひまじさんなんでもうワークベンチにいんの？これ釘いらないよ。ほら見ていいよ、地面に。ほら、あ、ほんとだ。一旦タンクが開閉だ。もうナッシー今回ね、海兵なんだよね、ナッシーが。マジ銃取り上げた方がいいんじゃない。恐ろしいよな。ひで伏すんだな、ナッシーの銃弾に。この銃弾があれば、狼だもん、なんだろう。あ、待って、やめて、ゴージャが襲ってくる。おぉ、オッケー、オッケー。うせぇ、うせぇ、威嚇発砲、ありなの。そもそも人を傷つけることは痛くないから。ああね、優しい性格ですね。俺左行く。うん、よろしく。俺右行くわ。ヒマジンさんがね、どうするかがちょっと気になるんですよね。もう爆発しねえかな。あ、取った？取ってない。多分誰か先にいたはず。漁られてた？え、違う、なんかね、手前のやつとか全部漁られてる。なんかバックとかも漁られてる感じだった。多分誰か先通ってんじゃないかな。めっちゃ石炭抜きたがるやつだな、これ。誰だ？弾薬庫も漁ってない。ベノムさんって、いや、わかんない。今何してたの？今、火薬捨てた。あ、オッケーオッケー。ナシが火薬箱あさないから、残りっぱなし。あ、これだ。これね、ここに銃弾が入ってるのよ。ナシさん、鉛2つください。なんで？ナッシー弾作りたいんだけど、まあ、いやでもナッシーが弾作るよりも俺が石炭ダル作った方が良くない？いいよじゃああげるよね。仕方ないなぁ。ありがとう。え、待って、あのここにバックパック落ちてるじゃん。あ、でもダメだ、肉しか落ちてねえ。邪魔ホワイトアウト久しぶりだな。いや結構これやばいかもな。普通に石炭誰も集めてないみたいな感じしてる。なっちなっちのじゃなし、なんかさっきヒマジンさんに矢で撃たれた俺。なんで？それのじゃがナッシーに切りかかったのと同じようなもんじゃないの？違う、俺何もしない。俺肉取ろうとしたら急に撃たれたわ。え、じゃあヒマジンさんのじゃと仲直りしないと。マジで。え、なんで撃ったの、のじゃのこと。いや、普通に前に出てきたな、のじゃが。俺何もしてない。なるほどね、狼撃とうとしたんだ。喧嘩は良くないよな。これで石炭を抜きまくる。馬面、あー、一回殺さないとダメかもな。
これさ、右側来た人いる？じゃあ他に当たっちゃったもん、この辺ないない、ちょっと、あ、ほんとは浮き箱すら当たられてるわ。でも戻るか、寒いて。いや、全然進んでない、だって誰も石炭持って帰ってきてないもん。ホワイトアウト、ガンズミスタイルか。メノムさんやろ。ちょっとじゃあメノムさん、メノムさん、人狼だね、ラバー。あ、ベノムさん人狼でいいよね。まあこのホワイトアウトの多さとあれはベノムさんです、ね、石炭2個持ってきたんで入れ、いや、え、あ、やりますよ。あ、人狼帰ってきた、人狼帰ってきた。石炭さ、マジで足んないよこれ。おい、ベノムさん、最初の左4つもないし。お前だろ、こいつ殺そう、もううるさいから。お前だろ。俺4つ持ってるよ。あー、やばいやばいやばい、こいつだ、こいつ、こいつ、普通に鍵壊してきたんだけど。いや、もううるさいやつ殺す。いや、ホワイトアウト絶対お前だからね。あ、じゃあ分かった分かった、もう殺すわ。あ、鍵壊したんだけど。ラバちゃん、こいつやば。俺多分まだバレたな、明らかバレた俺これ。肉漁ったんだよね俺、人肉、人肉漁ったせいでバレちゃったかも。てか絶対バレた、まずい。全然いけるぞ、全然石炭抜けるぞ今回。石炭抜ける、石炭抜き放題かもしれない今回ね。ボイラー爆発できるから。え、ぶつかったらごめん、私やばいわ。誰か変わってほしい、誰か変わってくれ、今タルるわ、誰か変わって、ちょっと死ぬ死ぬ死ぬ。あー、これ火薬だ、火薬だ、火薬だから最初だね。何個入ってる、何個入ってる、何個空いてる、1個1個1個。あ、これさ、暇人じゃね、暇人最初さワークベンチいたんだよなって帰ってきてねえし。な、暇人と馬面でしょ。で、暇人強人とかじゃない、馬面、馬面探して殺すかも。からさ、誰か運転手をしない。はいはい、します、します。1個ある、気持ちいいだと、だいぶレシピじゃない、もらうか。あ、石炭抜かれてんな。あー、これ石炭抜き作戦、石炭抜き作戦じゃないですか。こりゃしけた勝ち方ですよ。いいんですか、こんなの許しちゃって。全然ないじゃん、やばこれ。どっちがどっちも離脱って多分ないよな。いや、暇人馬面ベノムやろ、普通に。いや、普通にそうやろ。暇人馬面ベノムやってたから。え、人海多分暇人馬面ベノムだよ、普通に。右側にもいるね。え、なんでわかんない。え、絶対多分そうだよ、普通に。あれ、料理人だよね、あれ殺すか。いや、どうだろうね、ベノムさんと暇人さんが人狼だったら、ウマヅラを強靭にするかって言われたらちょっと別に、なんかあの2人だったらナッシー強靭にしそうだからな。誰だ誰だ。あ、来た、助けて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 。なんかお前怪しいな。なんで、なんで、なんでそんな勇気を入れられるの。なんでそんな、なんでそんな、助けないと、助けて、やばいやばいやばい。あー、そういう感じ。あー、なるほどね。ちょ、待ってください、待って待って、やばいやばい、か、帰りたい。ちょ、待って、こっち処理しないと。お前は銃持ちだろ。ちょ、あ、そうだわ。ちょ、あれ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 、これ銃早く撃ってくれ。あ、待って、ちょ、リロードしてなかった。あ、リロードしてなかった。なんだあいつ。待って、ちょっと、なんだあいつ。あ、外した。ちょっと待って、むずいんだけど、これ。外しやがる。むずいんだけど、これ。あ、やべ。あー、もう俺、バカだ俺。ミスター、あのね。あ、え、これ倒した。忘れた俺。傀儡攻撃。あー、もう。なんで今、石炭だろ、捨てたの。違う、それ火薬だる。あ、これ火薬だね、なるほどね。火薬だけ入れるんじゃねえ、これ。これ火薬入れれるやろ。いいね、忙しいからみんな。で、これで逃げる。一回後ろ打っとこうか。やられすぎじゃない？さばいたか。あの、傀儡一発目で死んだの誰？俺、馬面でーす。あれ？いや、馬面殺すわ。俺はもう死んでるよ。俺を殺しに来たから。俺そう、傀儡攻撃撃った後ね、幽霊RP切れないの忘れてた。で、今傀儡二発目俺ね。あ、ベノムさんに撃たれたってこと？黙れ傀儡。喋る。馬面死んだの？いや、ベノムさんこっち来ちゃってたからな。肉漁られてるのバレてるから、絶対バレてるなと思って。
誰だ巨人。巨人誰だろうね。最悪だこれ。素晴らしいね。え、てか誰、なんで言わないの、早く入れられてるって。お前ゴー注射器よいしょー。ディレクター溜まるからこれもう一回回復入れに行きたいんだよ。こっちが出ると、ベノムさんが今直してるはずだからそこを狙いに行く。直す道具ある。あの漁師かえらい船上がってるよ。これはチャボックスだけの人間だった。やべえ負けた。ナイス。チャレンジ、チャだけ来た。どうしよう。危ない。これで逃げ込むと。ちょっと直しますか。ベノム、これがベノムか。開ける。うん、イマジンって揺れ歩き切った。切った切った。あ、じゃイマジンも黒か。これあとロラしよくない？村ロラしようぜ。そんなブーストーなの。いやする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 。え、あと誰が死んでない？殺したのが。で、ノジャジャも一回死んでるから大丈夫。さっきはね、回復しちゃったんですよ。あ、銃声。なしかな。カエル君鍵何個？四つ。あ、銃声。銃声。ナッシーが撃った。あ、私か撃たれてんの。いや、そうなんだよ。これ村ロラするってなるとナッシーちょっと中に入れなくなるんだよな。ナッシー、どうなんだよ。あ、のじゃじゃん、あ、のじゃじゃん。あ、もうこんにちは。あ、そういうことね。あいつの目の前で俺一致してるから分かってるはずだろ。俺が白だな、もう。何に驚いてんだあいつは。かも、ね、え、ナッシーの今の銃声何じゃ。分からん。なんか明らかにナッシーが撃ってたと思うんだけど今の。俺とカエルはほぼ白。今更殺してる。この際一回死んで。強人いないって断言できるよね。俺とノジャジャ一回死んでる。あ、一回銃貸してるじゃん。あ、待って、じゃあサーベルと銃カエル君とかラーバに渡すよ。え、なんで ラーバカエル確定しろじゃないの。まだ死んでないよ、狂人あり。え、で、ウマヅラとヒマジンが取られたら嫌なんだけど、ここに狂人がいて。いや、俺隠しろね。ベノムはカエルで撃たれてる。オッケー。撃たれてるし、一回死んでる。サーベルだけ管理してもらえれば特に言うことはないです。それに何ですよね。あ、だから鍵はある。まあ、てかなしでいいかもしれない。これ単純にさっきナッシーなんかね、銃撃ってたぶん私、ワンチャン外されて撃たれたと思うんだよね。いやいや、殺さなくていいや。これナッシー見つけて一回殺そう。これさ、ノジャジャ味覚取られてない大丈夫。ウマヅラ、ウマヅラ、ちょ、助けてくんない。さよなら、やだ。ちょ、和平交渉しようや。ウマヅラくん、助けてあげてんけどよ、俺も死にそうなんだ。イマジンさん、俺ゲームの仕様忘れたよ。あ、オッケー。そこに強化音の入れといたよ。よく見て。天才やん。で、これ爆弾ダル作っていい？いいよ。爆弾ダルでも何でもいい。これ作って。はいはいはい。あ、欲しいもある、あと。いや、もう特にないな。ノジャの方狙いに行くわ。俺、傀儡攻撃撃てる。傀儡攻撃、まだレベル1も溜まってない。じゃあホワイトアウトでもいい？オッケーオッケー。溜まったら撃つ。待って、寒すぎる。こんな石って落ちてないもんなの？待って、石が落ちてない。あ、しかも暗い。こんなドレファン100時間やってるナッシーが寒さで死ぬだと？ちょっと待って、そんなバカなことあってたまるかよ。そうなんだよな。でも船に帰れないんだよな。死んでるんだ、これ。乙女さん、死にこ。お命回収業者です。不要になったお命、頂戴いたします。暇人さん、助けて。助けるナッシーか。オッケー、寝かす。寒さで死ぬ、これ。あぶねえよ、危なかった、俺よく来たわ。もう寒さで死ぬよ、ナッシー。マジ、だから。いや、大丈夫、ベッドに寝かしたら大丈夫、耐えれるから。ああ、危な。村ロラするってなったから、ナッシー逃げたよ。偉い。そう、いや、でもナッシーね、もう先に逃げちゃったから、ナッシー狂人で見られてるかも。寒さ大丈夫？寒さは大丈夫。オッケー。落ちた後があれかも。ベッドで何とかして。ちょ、朝に行ってくる。
これさ、ノジャジャ味覚捉えてない？大丈夫？ノジャジャ、これこれどうしたのかな。ワンちゃんノジャジャ死んでるぞ、これ。あれ、なんで？帰ってこれた。あ、帰ってこれた。あるか。よく帰ってこれたね。すげえな。いや、馬面があったよ。あったの？は？あって？動かしてもらった？いや、馬面が、やらーって言ってきた。じゃあな、ラバーラバー、うん、あ、こうやって、いや、ナッシーから変に注射もらんってよかったな。ナッシー人狼だったの？ナッシーほぼ狂人じゃない？なんか撃ってたんだよね。やっぱさ、あ、夜、夜ナッシーと会ったよね、完全に。え、何やってんの、ナッシー？驚いてた。ナッシーはなんか俺、俺に会った時驚いてた。戦えないんだよ、このタイプ。多分俺やろ。名前全然来ないせいでずっと撃たれるの俺なんだけど、腹が立つわ。ピッケル投げて当たったわ。いいね、うまいね。ピッケル投げて当たったわ。当てそうだね。これなんで誰も前来ないんだこれ。いいよいいよ。今井さん、俺まだ死んでないよ。今井さん、今井さん、まだ死んでない俺。ベッドどこにある？やめようね、それしっかり捨てようよ。ここベッドどこ？死んでない。うわ、11。いや厳しすぎ。いやこれでもなんで前来ないんだ。え、ちょっと待って、意味わかんない。どういうこと？なんでこんな後ろにいるの？いや死ぬ。え、よくわかんない。なんでこれみんな前アサリに来ない？やばい。何をしてるの？やばいな。今死んだの？うん、あとノジャ隠ししました。マジか。銃取られました、すいません。サーベルも取られたから、ノジャ死んだから。石炭、普通の石炭だと無理かも。石炭4つあるよ。これも、あ、石炭、あのね、前の方に1個置いてる、1個だけ。ノジャ隠して取られたらしい。あら、ノジャはめっちゃ切れてます。普通の石炭量で無理かも。石炭が全然ないんだよな。火薬とか持ってない？ちゃんと火薬ね、あの炎の下に中入ってる。それで今の間にホワイトアウト撃って行きたいかも俺。ホワイトアウト撃つから船妨害しに行って、あの船のあの、なんだマスケの妨害したい、どっちかというとイメージ的には。で、注射器作ったら行こう俺。で、幽霊歩きはちゃんと持ってるようにしとこう。俺ホワイトアウト撃つよ、俺行くよ、ホワイトアウト撃つよ。いいよいいよいいよ。近くに行ってよ。で、ちょっと私そこ仕掛けに行って、そこ仕掛けに行って、もう船近いから。はい、ポットでやるから。終わった。じゃあ追加でいきましょう。今海を泳いでたり。あー入ってる。ヨッシーの音が聞こえた。なんか今。あー登ってきてるよ。あー登ってきてるよ。登ってきてるよ。痛い痛い痛い。ごめん。え、早っ。ちょ、今さ、弱っ。待って、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 強化王のとか全部私に言った？
銃持って銃返した。しかもお前何やってんだよ。オッケー、これは銃弾作ったから耐えつつだな。でこのコンロの音聞こえてるかどうか。足暇人さん、あのうまさく死んだ。マジ？え、でもなし銃弾10個あるよ。おうおう、それを戦いに生かす。馬、あの、次あの馬行くからそこでやろう。オッケー。馬猿くん死んだんでかいな。ちょっとでかいな。え、暇人さんも1死？いや俺0死0死まだ。おお、ここで止めなきゃダメ、ここで止めなきゃダメ。楽しいね、暇人さん。いやーマスケー開かないな。ベノムさん被ってた数字。結局ベノムなの持ってる。一応さ、船中のさキャビネットとか全部漁ってみて、ワンタンコードが入ってるかも。入ってない気がする。俺全部見た気がする。上のブッチ箱見た。鍵もしょうがない。行くよ、行くぞ。取ってください。今度から取ってもいいって。なるほどね。防風説がここ押さえるよ絶対に。オッケー、海外攻撃合わせてもいい。あ、これ船行けるんじゃね。これ燃えるもん全部持て。だから船行く。船、船でもいい、船でもいい、船でもいい。いや、船から撃つわ。じゃなし、行けない。やっぱ船一人もいない。いなさそう。なんか行けない。できんだよこれ。できえな俺。罠の人、罠の人なんですけど下手なのでパスしていいですか。いや別にそこに置けばいいだけだよ。先生、パスしてます。お題ってそれもう寄せるよ。じゃあはい、使います、使います。投げて投げて投げて。左、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 左に来て、左に来て。あ、しぶといな。わあ、ここから船反転させる。燃えるもんある？燃えるもん入れて。燃えるもんは、斧と木1個。オッケー。え、斧燃やす？これ斧燃やさんで一応どけどけ、早くどけ早くどけ早くどけ。はいはいはい。なんていうか、簡単に。そう、燃えるもん集めていい。燃えるもん集めていい。燃えるもん集めていい。オッケー。鍵閉めな、鍵閉め。鍵閉めない、オッケー。一旦船の中探すね。うん。一気にもなしと。集め、集めてき、集めてき、集めてき。おまっちゃーん。なんか待って。マナの位置どこ？はい、あれか、1個外したぞ。誰か壊したな。痛い。まだ死んでない。ビリがどっか行きました。ラーバが、誰か運ぶ。ベノムさん、これだけ持ってるよ私。手がなかった。オッケーオッケーオッケー。じゃあなんか燃えるもん木とかなかった？あ、もう、あ、なかった。木もね全部回収されてたわ。オッケー、開いて、はいはいはい、快楽攻撃合わせるから待ってね。リブス来た。了解。そうです、直前まで温まってるよ。いや、もうそろそろ、もうそろそろ行け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 。出る。オッケー。ニトロ持ってる人攻撃して。ニトロ持ってる人当たった、一発当たった。よし、俺はボディーバックする。ハマってるなら欲しいかも。ボディブロック壊れ、壊れ、よいしょ、させない、させた、当たった、やばい。ちょっと、処理をしております。あー、死にました、撃たれました。先にと思って、いや、ゴー、無理だな。あれ、壊してくんじゃん。やばい、ナッチ、ドレッドハンガーの出来上がって。あー、武装されてる。もう死ぬしかない。いや、いい、これ登ってくる人殺せよ、登ってくる人殺せよ。あ、でもこれ船ね、あの梯子エグい位置にあるから、これあんま登ってこれない。そうだね、やりぐらいからしか登ってこれない。おいておいておいて、待って、あいつ自滅した。ニトロやった。お、勝ち。これ
この状況で自滅したから、あとは登ってくる人だけ。登ってくる人だけ。こっちから登ってくる。右から右から登ってくるよ。オッケー。ちょっと待って、これ終わったな。やった。あ、勝ちこれ。さて、いる。オッケー。2発入れた。オッケー。やったー。マークー。ナーイス。アタナシも死んでこい。じゃーん。やったー。よいしょー。よいしょー。死のっか、一緒に死ぬか。えい、はい、死になさい。これ死んでないの。まずい。ナッシュ神エーブ。やばい、これまずい。よーまずい、これまずいよ。最後の2頭ナッシュ大活躍会だったの。ナッシュ大活躍やばいっすよね。ラストシーンやばかったっすよ。体力ローのまま突っ込んでさ、切るペース早い、包丁にザクザクって死んだ。俺そう体力聞いてなかったからびっくりした。俺ウマヅラ君弱ーとかいう声聞いて後ろ振り向いたらウマヅラ君ダウンしてんだよ。ウマヅラダウンしてたか。銃渡しに行ったよ。あれコノさんからいただいた銃を丁寧に返しに行ってた。返納して返納。ああ、いや、ワンピア、ワンピアで来てるんだ。お前ら夢見すぎだろ。兄弟落ちてるくせによ。馬沢さん夢見なかったから。馬沢さん夢見なかったから、そうやって。はい、ということで、傀儡になった人は、ディスコードをつなげてください。 OK? いきますよ。レッツゴー。返事が来てなかったら来てくださいね。つばつないでいいんだし、俺らさっきつないでなかったや。メモを見てください。は?全然聞いてなかったんだけど、なんか言ってた。さあ、メロさん、メロさん、あなた巨人です。知ってます。マザラ?何?さっきなんか言ってた?何も言って、どういうこと?なんか、DM がどうこうって言ってないよ。まあ、いっか。DM 来たんだけど、どうしたらいいですかって。まあ、いっか。どうした?殺されたいか。あ、あげる、じゃあ、あの骨黙っとけよ。そんな展開ある？私どうすればいいの？順当にやりますわ。光くん、技は死ぬらしい。よくないってそういうこと言うの。なんで？光くん、技は人狼らしい。また？いや、わかんない。え、多分結構な確率で人狼。誰？なんかあったんだな。え、ウマヅラがなんかベノムさんになんか DM 投稿ってのを普通に聞いてて、何って聞いたら黙っとけよって言われたから、多分人狼だと思う。全然黙っておくつもりがなくて、さっき負けたんで。真ん中のクマ殺しちゃうわ。怖いんだけど。まあクマが飛んでわけわからん方向行ったら俺が死んだけやから、よろしく。本当にそれなんか寄せるだけで逃げるとかしない？死ねえ。だからもう寄せてる、この状況で。そっか、わかるでしょ。ここでなんかわざとらしくなんかビビってんの臭いですね。臭いですね。匂いますね。危ねえ。やっぱ慣れねえな、熊狩り。よし、むずいわ。これでやったからオッケーと。石炭持って帰ってきたよ。で、ウマヅラさんも左側漁ってるから、わりかし進むかも。ここから。で、どうしよう、これ、ナッシーね、ボイラーから入れたいかも。ボイラーから入れたら火薬の心配なくなるから。え、なんていうの、その下触ってなかったら着火できないぞ、それ着火できないぞ、意味ないよ。着火できないか、どっちみちなの。着火できないよ。あの、下に入れて、着火はせずに下に入れれば。何を言ってる、着火されたわ。こういった、待って、2個入れました。ボイラーから入れる方が火薬臭い、なんなら。よいしょ、はい、真ん中のクマ殺して石炭6個。それ、右。ごめん、え、これ火薬だな。早く?ぶつかったなと思う。ぶつかしなかったから。バカ者だと思った。ごめん。名推理や。ごめん。何を見てなかった。
ただの評価にぶつけただけです。頼むわーごめん何を見たかったの。ただの評価にぶつけただけです。頼むわー待って君が早くだな。やっぱり真ん中のクマやったから。これ松原くん何開けて、石炭6個。え石炭6個ある置いといて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 。スラップある。いや置いて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 。スラップある。ないないない。ちょっと待って、これちょ船運転すらしてないじゃんこれ。えなんでコノさん運転はやばすぎ。え普通に寒くては酔えよ。ごめん終わってる。もうちょっと寄せれるかもしれない。はいはい。早くだ。えナッシー触っちゃった。いいよいいよ。ちゃんと早くだ。えナッシー触っちゃった。今上行った人は今上行った人は1、2、3、4、4つ空いてる4つ空いてる。これかなり5個空いてる5個空いてる。え俺上俺上上上俺線これこっち握ってた。これ握ってた。でスクラップ集めてきて真ん中の島あれだから今スクラップあるんだけど木がない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 。は泳いでいけない。だから真ん中今全部クマ殺してるから。あさっても真ん中泳げるわ泳げるわ泳げるわ自分が泳げるってことでいるはずっと。誰かもう一個キャンプファイヤー焚けないっすか。もういいよキャンプファイヤー。違う違う違うマジで寒くて動けないんだよ俺今。軽く木1個だけくんね。それ貴重な木頼むすまん。持ってきてね泥棒ありがとう。えこれえなんでこんな石炭マジでなんでこんな集まってないの。左のさ左のなんっけ6個だっけ何個だっけわかんないけどあれ持ってってないの。松田さんが全部入れてるなら持って帰って取れてるはず。火薬で飛んだんじゃないの。違うのあの爆発全然飛んでない飛んでない飛んでない。えじゃああの爆発じゃないあの爆発何なの。火薬はあれだけど普通にあの誰か運転放置してる。運転放置やりますね。なんかベノムさんが運転しないんだよな今回。だからちょっとそれが臭いんだよな。確かに。ベノムさんだって今離脱してない。ベノムさん見つけたらエキス取ってもいいかもね。離脱してないってなんかいろいろ集めに行こうって言ったんじゃないの。いや普通に集めるにしてももう集まってるスピードでしょ。なのにこの場にいないのはだいぶ。ノジャーノジャー飯くれ。ノジャー飯ある。ちょうだい。アサリン行ってくれてんなこれ。あ奥行ってんだったら知らないか。できたまだありそう。俺持ってきてるよ左の。あ入れちゃっていいよ入れちゃっていいよ。運転変わるわ。あのさ左のさ洞窟っていうの誰。火薬だ。入ってるね。あぶねえギリ間に合った。入れるのナッシーとかも入れる。ナッシーとかも入れれる。スクラップ俺キア持って帰ってきたんだ。飯もないスクラップある。直せる。ノジャジャとカエルくんかな。ノジャと俺キッチンが空いたよ。あとはいやまあまあそれはまあ確認できてないからまあオッケーオッケー。まあそんな感じだから容疑者この中にないのか。コノだよね。コノだからね。コノどこ行ったの。まず運転放置してる時点でコノでしょ。考えてコノどこ行った。なんでコノさん。ああそっか運転放置ってあれかなんか言ってたやつか。なんで考えないんだ。どういうこと。運転放置してどっか行ってんだからまずもうコノだろ。こうかな。ないよ。三本出し上限な結局。バレバレなところでいいから置いとこう。あ、てかベノムさん強靭だったね。別になんかビビる必要なかったわ。ビビって逃げちゃった。右で走ってんの誰？おおあった。いや右で走ってんのはあベノムさん。あベノムか。あ何？俺。石炭入れれる。入れるよ。ラボさん。あ、入れる。はい。だよね。マズラか。あーマズラさんか。分かっただってまああれか。うん。これはまずいね。マズラさん、オオカミ？じゃない？分かんない。俺オオカミじゃないかもじゃあ。マズラさんいるよ。ここ人狼ねマズラさん。おかみさんよろしく。なんでそんな雑な殺し方ある。
大成功。あ、やばい。オッカミ嫌い、お前。マジで俺オッカミ嫌い。俺やだよ。お疲れな。お疲れな。馬寺さんが人狼ね。俺ドレッドエンハンガー嫌いだわ、もう。なんかついてきたな。なんかついてきたな。なんかなんでついてくんだ。嫌いだわ。ドジャジャが来てるの気づけんかった。馬寺さん来るで。馬寺とナッシーが死んだよ。で馬寺死んでんの。俺はなし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 。はい。あ、くだらなしだな。だいぶくだらなかった。馬寺さん。馬寺黒らしい。そう。馬寺黒オッケー。一個ずつだったら。一個ずつとかじゃなくても、そこ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 。いやいやいや、早く帰ってったらどう。入れれんの今これ容疑者今カエル君と俺とラーバさんぐらいしかいない。まだ触ってんのこのボイラー。しかもこれ隠しろの人に逃げ出せるべきじゃない。誰隠しろ。誰だよ。暇人やれよ。あ、相方ラーバだよ。ラーバさん。暇人暇人暇人変わって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 。オッケー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 。え、ナシが殺したの間違いないんだね。変わって変わって変わって。あ、ほらほら麻薬入ってる麻薬入ってる。だから一個ずつ入れてよかった。はい。だからかよ。一個ずつよかったでしょこれ。一個ずつ入れた方がいいんだって。超ナイス。後ろにねなんかポーカールームにね3つくらい穴開いてる。それ穴前なんだわ。あ、これ前なんだわ。普通さ、そのボイラー側が前じゃないの。は？え？え？その認識でやってたの今まで。だってボイラーがなんか大切な場所じゃん。すげー。え？やべえ、メリーゴーのあの羊のついたあの頭の部分が後ろだって言うけど、あれがケツなんだ。そうだよ。交換認識能力バグり散らかしてない。大丈夫か？何が起きた今？ラーバさんちょっと臭いんだよな俺の目線。なんで？いや一応火薬ボイラー入れるの火薬か俺か、あとワンチャンベノムさん、大穴ベノムさんぐらい。だって俺ボイラー触ってないぞ。一回しか。いや、そうそうそう、でもじゃあ、あの船さっきコタコタしてた時、その前に3つだからワンチャン。いただいていいですか？今ジェンさん運転してる？運転か？運転手はごめん。運転か？運転手はごめん。左にこりゃった。帰ったー。なし？なし飯。火がない。飯しよう飯しよう。俺毒味するよ毒味するよ。いやもう毒味とか毒味とかない。俺が馬面殺してるから馬面殺してるから俺白ね。ああそっか。ああ別に。なし飯もらった？なし飯もらった？飯もらうわありがとう。中返してんのしかも。返してる。白いね。え、しかもコノさんからあの前あれももらったからコノさんホワイトよりのホワイト。あと1個だけあと1個だけはないけど。1個だったらスピード出るから大丈夫だよ。出るから。炊くよ。じゃあもう炊くよ。はい、炊いて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 。はい。熊行こう熊行こう。熊この日に1匹。角度えぐくねこれ。運転します運転します。あはい。なんかアクセスしづらい場所だ。すっげえ。コノさん。なし石炭ある？なあ、あの木10個しかない。まあ熊罠用のやつ集めてたから。進めた方がいい。木10個じゃとりあえず。うん、木10個入れるよ。左寄せるわ左。左人いる。左に寄せて、俺も木入れる。オッケー。熊行こう。これ回復して。待って寄せてる待って。左に寄せんの？左っつったじゃん今。あ、そっかごめん。俺反対後ろ向いてたら左が頭。いけるナッシー、熊呼んで、で、全員でやろう、これ熊呼ぶよ。呼んで当たった。みんな投げて。いや、これ全力でやればいける、全力でやる、ナイスあー、死んだ。で、それ肉待って、ちょ、ヤッカー収したいから、ちょっと待って。で、罠置いとくは前に。あ、オッケー。これちょっと石炭回収してくるわ。あー、多分、いや、クマやっちゃった方がいいと思う、これ先。2匹やった方がいい。まった方がいい気がする。船帰れるなら帰りたいな。で、2個目も行くかどうか。いや、船防衛だな、もうこれは。あ、
いや、そういうことじゃなくて。ああ。ああ、待って、これ一回戻ってもいいか、どうだ。いや、やってきちゃった方がいい、やりきった方がいいと思う。石炭は、やってもだろう。やりきって、修理用の素材とか石炭持って帰っていこうか。うん。ラーバさんだと思う、これ。ラーバかな、ベノムは後ろいる。ベノムさんか、個人。ベノム後ろいるけど。ベノム後ろいるから違うと思うな。すまん。ちょっとニトロも間に合いそうにないのでこっち来ました。誰がいるんだっけ。ノジャかな。あとノジャじゃない。ノジャね、ノジャが後ろいる。まあやれるっしょ。帰ろう帰ろう帰ろう。ここ来たり、これ全員人狼いない。ここ人狼いない。上と下から来てる。これ左下、今更くん行ってる。船戻ろう。あれ襲われてる人も白かな。一発入ってる、一発入ってる。ラーバレ。でもこれ必然的にベノムさんじゃない。あと一人は。あ、違うね。こういうカズラでしょ。ねえ、これ船の中これ回復仕込んでるだけ、回復仕込んでるだけ。行こう行こう、全員登るよ。行くよ、登るよ。さすがに幽霊で逃げる人。あ、これ閉じられてるわ。いや、閉じた。のじゃ飯作れる。あ、頑張って作るわ。え、カエル君注射器ねえか。あーごめん、解毒しかない。解毒飲む。あー飲むわ。はい、あ、これ、あ、どうした。壊さんで、ケーキ中入りながら壊さんじゃね。あ、これで、温まりながら薬ダル作るフェーズに入ってもいいし、適当にやるか。まだあれだよね、標準分かってないよね。分かってない。じゃあ飯もらったら行きたいな、もうそこ。飯できてから。行かない、ないかな。のじゃ店あんまり働いてない人誰いる。いや俺知らん、個人でずっと動いてたから何も分かんない。確かに。このさんはサーベルくれた。そんなに、そんなにだけど。火薬7個ある今。火薬もう意味ないと思うんだよね。今更入れてみる。まあ行くか。これどうだろう。いや残らんとダメな気持ちもあるから。カエル君も行ってみよう。これ下手に残んない方がいい。誰も信用できないから誰も。あ、な、誰も信用できないじゃん。てかあれなんだよな。それだったらノジャにニトロ持ってほしい。いやそれでいい。いやそれ絶対だよ。みんなで来てるでしょ。みんなで来てる。そろそろ撃っていいかも。撃たれた。最大射程距離じゃない。いや、それは先だよ。あ、なし、下行かないで。やべえ、危ない。これニトロ注意。下から来ない。殺して。のじゃ、ごめん。死ぬかも。まずい。やったら俺死ぬかも。まずい。下手にやったら俺あれだな、巻き込んじゃな俺。ちょっと今後ろに立ってたもん、ちょっとあるから一緒に前に来てほしい。でこれでニトロやりたい。カエル君、これカエル君ちょっと今日、いや来てよ。待って、これだから。ベランさん。後ろ先。いや、やって。やって。OK。これか、狂人もいなくなった。こっち急いできて。傀儡こっちいないよ今。
い、ナイス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 。ダウン。オッケーオッケー。で、オッケーオッケー。ラボさんも今幽霊歩き切ってるから。え、ヒマジンさんダウンしちゃった？ウマヅラ君はまだ。ラボの方が後に出したのに。え、ウマヅラ死んでんの？俺幽霊歩き切った後に死んだんだけどマジで。これに関しては。ウマヅラ。マジ？さあ、ラーバはどうする、ここから。え、これ今、あと誰が生きてるの？またラーバさんしか生きてない、ラーバさんしか生きてない、あと待って、危ない、あ、うん、なんでもない。このさんの石炭って回収した？わからん、ノジャが漁ってたけど。どうなんだ、漁ってない、漁ってない。え、これ、ナッシー多分一人でいけるわ。いや、困って、あ、待って、ノジャいないの？ノジャは後ろの方で多分なんか漁ってる。ラーバじゃねえ、これコノのキーボードか。あ、おるおるおるわ、おるおる。ああ、おるんだったら傀儡攻撃と幽霊歩き、まだ多分まだまだ引けない。あと30秒ぐらい引けない。これもう自爆するよ。いいよいいよ、頑張れよ。オッケー、さてさてさて、そこ傀儡くんだける、ボイラー。オッケー、ダクダクダク。で、これ多分順番交互でいかんと済むから、これ温まっといて、誰か。あのね、行くよ。マジでビリ。いや、行った火薬？行った。いや、行った火薬？あー、死んだ。いる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 、できる。いや、行った火薬？いる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 、できる。火薬か。いや、きついなぁ。いるよいるよいるよ。死んでる死んでる死んでる、俺は死んでる。殺した殺した殺した。ナイス、やばいね。よいしょ、ちょっと待ってな。ナイス、でかすぎ、寒すぎてやべ。そうなんだよね、石炭もういい。めちゃっていいかも。そう、木ない、誰も木持ってない。もうキーはボイラーに入って、ボイラーの下の近くで俺のとこで捨ててあるけど。やっべ、寒すぎて死んだ。いや、俺はベッド自分自力で行った。ベッド自力で行ったから大丈夫、復活した。どうするこれ、石炭入れちゃうもん。石炭もういい。そう、キーない、誰もキー持ってない。もう持ってない。キーはボイラーに入って、ボイラーの下の近くで俺のとこで捨ててあるけど。うまいさん、それ俺や。あ、ラーボさんだ。ラーボしてる。反対だ。俺いける船進めれる。進めてる。あ、ごめん、死んだわ、ごめん。きつすぎ。やべ、寒すぎて無理だな、これ。無理だ。速度が出なーい。最高速度45度。結構じゃない？あ、55か。いや、てかもうダウンしてるから結局見ない。あ、寒すぎ。いやー、だったな。寒げた。寒すぎ。あー、寒すぎるー。あー、くっそー。欲しい。いや、ギリギリまで潜伏か。いや、やっぱ馬面はぎいても辛いのか。俺のバランス調整うまくいった。さ、俺初動でさ、馬面からさ、なんか DM って、俺なんかラーバに変身してんのよ。あ、ラーバなんだ。俺さ、俺が送ったつもりだ。俺が送るつもりだったからさ、なんか急に話しかけ出てきて、巨人ですって言われて、いや、知ってますけどみたいな。だから、いや、そうだよね、ベノさん強人かなと思った。ちなみに、コロさん知ってました、それ。聞こえてました、コロさん。めっちゃ聞こえてた。まあ、ベノさん強人かなと思ったけど、もう記憶から抹消しちゃった、普通に。いや、俺びっくりしたもん。えやばい。いや私も、こいつ私レベル喋るんだと思いながら。知ってますけど、みたいな、なんか。ということで、ジジでーす。ジジー。